霊ーとは、毎年通常の理由により、慣例として認められている、国家的な習得の損失。律令制における、法制語で、国史の徴税受け負い制の展開によって生まれたもので、ある。以下の二つのパターンが見受けられる。日本古代、とりわけ平安時代において、伝祖納入に際し、毎年日照り、水、虫。 障害などの自然災害などによる電磁の収穫の減少が10分の3以下をレ存と言い、その分を損分として、工場的な損失として免じ、国史の自由裁量に任せた。加えて、損7分以上の損度の限度内の個数をも差し、大国49個以下、上国39個以下、中国29個以下、下国19個以下がそれに当たる。これらを、不産得七の方と言い。 これを超える場合を、遺存という。演技式には、盆子もつけ、三期と奥に、大国に順次、十九個レイを長すとある。主計量におけるオートバリの寛解の際に、徴用の増減の原因を示すもので、重病や死亡や老衰、あるいは年齢が増して、小邸が老邸となるなどの、特に異常ではない理由によって、本人の徴用を減免した。同じく、演技式によると、 例により、損するところ、モテレーソンとなすとある。レーゾンの方は、中世の荘園法にも引き継がれ、東大寺俗養六事業省には、レーソン三丁八段とある。ありがとうございます。